Hello, everyone, and welcome back to another episode of Yakuza. And, yeah, let's go and see if we can go to Sotenbori. Got 20 million. It's a little Asia. Cut through here. Yo, Kiryu-kun. 準備良ければカムロ町を出るぜ。ソーテンボリに向かう。もうやり残したことはねえか。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。お待ちしてました、キリュウさん。あなたが蒼天堀に行く前に空の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから空の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と小田がやるんだな。ええ、この役はやはりあなた方にしか任せられません。キリュウさん、あなたは空の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですがキリュウさんには近いうちにお話できると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください、キリュウさん。わかった。それで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。ただどうも目が不自由とのことでほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。 Oh shit。 裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師リーに見込まれる。リーはかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。Chapter 11 A Murky Riverbed。
マジマちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でもマジマちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟に成し付けてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ。親の前ではな。あ？次の日、その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。でもその前に、あの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかしてマジマちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。ふん、なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？マジマを使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。ん？やつは女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意？おかしいな、初耳だな。
まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、殺にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね。あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。Beaten up and bruised. I don't know about that. We have to go to the third building on the third floor.I beat the fuck up. Hey, so good, man. I took a good kind of thing. I'm not yet.Bust some heads.
マジマ？なんでおめえが。おう、牧村誠はどこや。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷のお仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけど、たとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのや。結果は分かりきっとるやろ。あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで。我、はあ、こりひんやっちゃな。しゃあない。ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。You fucker. お望み通り拳で聞いたるで。牧村誠は今どこにおる。ほんまに知らんのや。ほんまか。ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や。西谷の仲間ちゃうんか。親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや、聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうことか。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。ふん、よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか。え？脅されて口悪いような組員やからや。うわ、口の軽いヤクザやすか。Let's go see. Go to the bridge.
あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば、留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて、聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや。ダチか。俺はダチあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗る奴をわざわざ引き合わせると思うか。ダチって嘘ついたとこで、あんた見破るやろ。西谷は用心深い奴や。嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。正直に言うたら、あんたも一手間省けるやろうしな。潔んやな。せやけど、それだけで、よし案内したろ、とはいかへんで。わかっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな。今の時代、みんな金で収めようとしよる。どないしたらいいんや。マジマ言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか。あ？ちょうどええとこに、ほら、船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか。だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島言うたな。お前、西谷のなんや。さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか。古いもなんも、あいつがガキン頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや。万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃には、釣りと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんが、やつが高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけど、デカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底？なんやここは。何の目的か、戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？
まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここをサンズの川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたらシャバに戻したるっちゅうとる。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ、まず1年は持たん。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス、うん、罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金もんやんか。めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたんはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやお前さんが試合盛り上げてくれたら、手こ入れになるやろな。俺に出場せよんか。何も1年間戦い言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええねん。押したら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。へへ、ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。 Damn, man. Underground fighting ring.ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。ああ、ええで。3人勝ち抜けばええんやったな。そう簡単に行くとええけどな。ま、安城頼んますせ。If I can use my bat, we're all good. We can just beat the shit out of him like that. さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。What the fuck is that? 皆さんおなじみ。死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャーチャップマン。ジンジャーチャップマン。対する挑戦者は本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新生、罪状は謎に包まれた石岩の男、マジマゴロ。Versus Goro Majima! さあ、時間無制限、ルールなし。Ready? Fight!
Let's kick his ass. Damn it. Damn it. One down. それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男。患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ドクターキリヒト。マジマゴロウ、果たして2連勝なるか。さあ、時間無制限、ルールなし。Ready? Fight! Dr. Kirito? Yo, what the fuck are those? What? Damn. Can't touch me. キーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。デッドバンチャー。さあ、サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし。 It's showtime! Alright, so I gotta kill this guy. Well, Artem. Is that English? Did he just say something in English? Oh shit, he actually broke free. Alright, whatever. Home run, boy. Gurro Majima!
いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どうや、今度からちょいちょいリング温めてくれんか。金は払うで。俺は高いで。いややな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたにも約束は守ってもらうで。分かっとる。ついてき。しかし、汚い川の底に穴いなもんがあるとはな。汚いもんがいろいろ隠してくれとんや。水底なんか見えへん方がええ。あ？みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。ん？昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに。川見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。ガイシャは片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？じゃあ殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ね、ってことはあんたが？さあ行くで。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんか？ああ、もう大丈夫や。早いとこ西谷に会わせてもらおうやない。 His daughter got stabbed. よっしゃ、ほな行こうか。お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか？気にしな。あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。
西谷の A たちになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。おい。ああ、こらこらこら、真島君やないか。どないしたん、万引きでもしたんか。お前に会いに来たんや西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。ああ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島くん、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん、あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。え？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠さらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何もんや。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そうや、酒買うてきてくれるか。せっかくの来客や、ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。どないなっとんねんここは。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか。あ？せやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったらそないなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、
誠をさらった第三の勢力は何もいんや。そやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれば相手やもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしく吐かんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとあじごっつい期待してしまうで。真島君、この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうんや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したる。Man's a straight menace. I brought my bat. Man, this guy's got a lot of health now. I feel like his mad dog persona is very reminiscent of Nishitani. Again?Couldn't do a finisher on him. That sucks. さすがや。わし、ますます真島君に惚れてもうた。あんた、ほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、誠ちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連、東上界の直系組織や。東上界直系、アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東上界の大門を掲げとらん裏の組織や。誠ちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁セラ・マサルや。セラ・マサル、数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。な
んで登場界の勢力が二つも誠狙っとんねん。二つ？俺に誠を殺すように命令出したんは島野の親父や。島野っちゅうと登場界の島野か。なあ、セラも島野も登場界や。ほんなら登場界ついでや、わしも教えたる。あ？わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組？せや、これまた登場界の直系や。世良の日教連、お前に命令下した島野組、ほんで堂島組、三つ全部登場界や。一体どういうことや？なんでやろな。ま、登場界の内輪もめなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れとる場所は分かっとんのか？ちゃんと調べ上げとるで。どこや？知ってどないする気や。誠取り返しに行くに決まっとるよ。無理や。あ？真島君が強いんはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと？登場界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。何？佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもじゃあ殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせへん。残念やな。お前みたいな男ともっと早出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるが椿園の中や。椿園？まあ、いや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園ちゅうのは。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天やって店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街？ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。I don't know, he's kind of likable now. さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。
まるさ。出してチェックアウトや。真島君も一緒に出るぜ。なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。逃げや、西谷。なやねんな、お茶。お前ビリケンさんには用をしてもろたんですがね、娘が大学行きたいなんていうもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。あかん感じやないかい。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島くん、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。真島、誠っちゅう女生かした責任きっちり取っとらんかい。行けや真島。許してくれ。頼む。Damn, dude.Den of Desires. We're almost done with the main story. And again, I'm not doing the business or the other side story.
お疲れ、マジマちゃん。そうよ。はあ、ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ、でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。Man, he is super pissed. で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ、せやけど、誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラッチュやつや。日教連、大門は隠しとるが、東城会の直系組織。東城会、島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東城会や、堂島組の人間やった。じゃあ東城会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え、どんなことしたんだ。いろいろや。うん、で、東城会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ。椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。ふん、日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。あ、言ってみりゃわかるって。それじゃあ早速行くとするか。ね、なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか。いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときは俺も一緒なの。わかった。All right. So, I'm gonna save. Do I have anything extra for me to take? I'll take the Stamina Royales. I'll take the Torinirs for the heat so I can end the boss fight a little bit quicker. Alright. So, hope you guys enjoyed this video. Leave a like, subscribe, and subscribe. Thank you for watching. I'll catch you guys in the next episode. Bye bye.